はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ゲーミングヘッドセット HS50 を開封してみたということで、こちらのね、コルセア社が出しているゲーミングヘッドセット HS50 開封していきたいと思います。こちらの商品ね、最大の特徴としては、ほとんどのね、思いつく限りほぼ全てのデバイスに対応しているっていうのが一番の特徴かなというふうに思います。まあ、ゲーミングヘッドセットね、まあ、PC で動くのはね、まあ、当たり前っちゃ当たり前だと思うんですけど、これちゃんと PS4 に接続して動かせるのかなとか、まあ、そういうことをね、まあ、考えたりですね、調べたりする必要があるんですが、この商品はもともとね、PS4 もね、Nintendo Switch もね、多分あんまり日本だと思ってる人少ないかなと思うんですけど、Xbox にも対応してて、まあ、思いつく限りほぼ全てのね、デバイスで動かせるというのが多分最大の特徴かなという感じです。価格帯としては、8000円前後がね、多分日本で、売られている販売価格かなという感じですね。裏面もこんな感じで商品の説明が載っているという感じになっています。で、ミュートとか、音量の調節とかはあれですね、コードの途中じゃなくて耳元でするタイプですね、これは。まあこんな感じで、ここですね、日本語の説明だとこんな感じになってます、仕様だとね。で、こんな感じの緑色と黒のカラーリングで、で、カラーなんですけど、黒の差し色なしと、黒とブルーの差し色、多分この緑の部分がブルーになってるってやつが、ラインナップとしてあるという感じですね。まあ、こんな感じの商品なんですが、まあ、早速ね、とりあえず何はともあれ開けないことには始まらないので、開けましょうかという感じですね。まあ、ここをきれいに切りまして、ピシッと切りまして、ナイフを戻し、開封。開封ね、緊張すんだよね、これね。取り直せないから。俺もわかんねえから。まだ開封してねえから。ああ、ちょっと曲がった、ここが。開封とかね、取り直せないしね。緊張しますよね。よっこいしょ。で、出てくる。出てきた。よいしょ。よいしょ。おー。こんな感じで。これなんかまたあれじゃね、俺表と裏間違えたパターンじゃね、これいきなり裏から開けてるよね。これ多分こうだよね。こうやって出てくるもんだよね。表裏間違えるもんだよ。パターンあるんだけど、これ。こっちから開けるの？まあいいや。後で考えよう。後で考えるてか。まあいいや。後で見直そう。まあこんな感じですね。みたいな。よいしょ。3.5 ミリプラグ接続。よいしょ。このセア社って台湾なんだ。台湾なんだとか。台湾で書いてなかった？まあいいや。これが説明書的なやつですね。説明書めっちゃ、何言語で書いてあるんだろう。別に何言語で書いてあるのと日本語があれば多分日本の人。嘘やろ。まあそんな。予期せぬ現象が起きましたが、まあ、そうなんだ、まあいいや動揺を隠せない、そうなんだまあ壊れないけどな、普通っていう、まあ、確かに電化製品普通壊れないですけどね、まあ、こんな感じなんですけど、よくいいか取り出してみようか。本当にないのかなしつこいって本当にないのって。あ、なんかついてる。よいよ、ちょっと待ってね。これなんか固定してあるんだ、これ。あ、なんかこっちでワイヤル止めて、あれか、針金ワイヤー組んで止まってるパターンか。ポコって取れるのかなと思った。なんでないんだろうな、ちなみに。かなりなんか、ってなるよね。外箱にさ、外箱に英語でしか書いてなくても、中開けると大体日本語の商品と、日本語の取説入ってる商品とかさ、多分あると思うんだけど。なんでないんだろうな、ちなみに。すげえ素朴な疑問なんだけどね。まあ分かんなかったら英語で順調にちょっとずつ読めよっていうね、全く英語が分からない日本人あんまりいねえだろうっていう話なんだけど、まあ確かにそうなんだけどさ、まあ、そうは言ってもさね、そうは言ってもよいしょ、取り外し、よいしょ、これがヘッドセット本体ですね。なんで、ここに多分プラグ的な多分あれがあると思うんだよね。これ取れるんじゃないかな。あ、これこうやって取るもんなんだな。 OK、ここ開けると、これは何接続のプラグだ？あ、これあれか。おお、2本ケーブルが入ってて、これ何につなぐやつ？これマイクか。マイクか。つなぐやつじゃない、これマイクだ。これマイクだ。で、これがあれか。3.5 ミリジャックのこのヘッドセット切り替えるやつか。これで多分足すってことだね。こうやって足すってことだね。こっち側に足して、多分これで曲を分けて、で、そして、で、それでヘッドセットの、
ここな多分カップのこう多分開けてよいしょ開けてこれ多分なくなるやつだねこれね多くのお客さんがなくしていくパターンだねこれね多分ここ開けてでそして 3.5 ミリ同士でこれで多分対応するようになっててどっちだこうかなあこうだね形が合うようになってるこれ逆にはつかないねこれ逆にはつかないってことなのでこれ刺してこうなってるとこういうことだねははーんなるほどでここも取りよいしょちなみにこう僕って手しか映ってないじゃないですか僕これなんかこう今すぐこう耳にしたいというかこうかけたいんですけどねよいしょうんかけようどんな感じやろうあーなるほどねなんかそんなにね今こうヘッドセットヘッドにしてるけどまさにそんなに圧迫感的なものはない当たり前っちゃ当たり前だけど密閉感的なものもねどうなんだろうな周りってそんなに物とかしないからあ全然多分聞こえるとは思う、まあ、音量にもよるだろうけど、うん、すげえなんか密閉超密閉されてるゼル的な感じはないよいしょ、まあ、そんな感じですね、うんまあ、ちなみになんですがこれ回せるらしいんですよねなんかイヤーカップが回せるみたいなことが書いてあったんだけど本当に回せんのかな、まあ、回してぶっ壊したらどうしようかなよく読もうぜよく読もうぜこれよく読もうぜ取説がないなら外箱だっつって多分取説がないなら外箱だっていう考えに至る多分人は多分ねこれ買った人でちょくちょくいるだろうな 外箱がないなら取説だなんだ取説がないなら外箱だじゃないこれでしょ贅沢な低反発イヤパッド回転も可能で抜群の装着感を提供しますかイヤパッド回せるかな本当にこう回してぶっ壊したらどうしようすげえ怖いな、ま、回してさはいそれでですね、この回転可能なイヤーパッドっていうのは何だったんだろうということをですねこうちょっとねこういろいろ考えてですねいろいろよく見てみたんですがそれなんとですねここのイヤーパッドっていうのがね回転するわけではなくてここのねまさにここの部分が回転するわけではなくて、まあ、多少こう、まあ、微妙に動くんだけどまあこっちですねここですねここの部分が、このようにですね多分暗くてわからないかもしれないですけどカメラだとここの部分が軸になっててこのようにこう無理なくこう微妙に斜めに多分回転するっていうちょっとねこれぐらいかなこれぐらいだと多分なんかここにプラスチックの枠があってさらに軸になっててここが回転するっていう多分斜めに回転することってこれなんていうんですかねもともとこういうアーム自体がねじれる以外はあんまりないのでおそらくこのことを多分言っているっていう、まあ、これでこうフィット感がすごく良くなるよっていう、まあ、そういうことをですねおそらく言っているっぽいこうするとよくわかるんですが溝ができるからまあそんな感じですね。うん、スイベル。はい。多分まあそんなことを多分言ってるんじゃないかなっていう。まあこれですね、改めて見ると。っていう。イヤーパッド回転も可能でっていうよりも、回転なのみたいな。なんかこう、いまいちこう、ピンとこないですけど、おそらくこれじゃないかなという、ね。そんな感じなんですけどね。まあ何やと思われ。はい。貼ってあるっぽいんだよな、これね。ここね。剥がせんのかな剥がすのかな剥がしてみるか。剥がせるしな。剥がせるっていうか、多分剥がすことを想定してると思うし、きれいに剥がせるから多分そうだろうな。ペリって。剥がした。いやーなんかこんなに、なんか、ドキドキする開封ねえわ、なかなか。なかなかねえわ。おー、すげえ、つって。ここね。これさ、大体さ、剥がし忘れるお客さんとかいるよね。ちょくちょくあるよね。お財布とかもさ、あの金具とかさ、こう傷つかないようにさ、シールとかで貼ってあるよね。あれ、ハリッパの人とかね、あの人口に対して 1% ぐらい多分存在するような。ハリッパの人。いろいろですよね。あの、空気清浄機じゃねえ、加湿器にさ、剥がすの大変だな。もう本当に剥がすのかな怖えな。もう剥がしてるけど、もうすでに。空気清浄機じゃねえ、加湿器にさ、水入れないですかっていう人とかね、空気清浄機動いてないけどね、とか。空気清浄機買ったけど動かしてないけど、なんか空気きれいになった気がするみたいなね。プラシーボですね。これちなみにこう回せんのかなまだそこで粘ってんのお前っていう。ちょっと無理やり回したらどうなんだろういやでも回りそうにないんだよね。回るってどう回るんだろう想像がつかないよね。ちょっと、ま、回せる動画あったらちょっとリンクかなんかで貼っとくわ。探すわ。海外の動画とかも探してみろちょっと。まあもちろんアームが伸びるっていうのはアームが伸びるんだけど。スイフェリングイヤーパッズって書いてあるけどな。これ上こっちも貼ってあるわちなみによいし
よいしょ。話すと。これそんなに、まあいいや。イヤーパッドってこれ本当に回せんのかな？俺の中ですげえ謎なんだけど。まあ、イヤーパッド。とりあえず、でも別に回す必要があるのかっていうところは謎だけどね。だって普通につけてもさ、ヘッドセットつけても別にこう、特に何の違和感もないので、回せるけど回って、だから回る必要あるのかって言われるとちょっとなんとも、危ない。言えないところではありますが、まあそんなこんなで、こちらがね、コルセア社、ゲーミングヘッドセット HS50 ということですね。まあ多分これまた実際に使って、まあレビューをね、作ろうかなと思っているんですが、まあそんなこんなでね、開封動画の方は終わりたいと思います。というわけでね、今回この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、ははーんと思っていただけたらね、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。